しは川が綺麗でよかったとか、森には鳥がいっぱいだったとか、お父さんが結婚して僕が生まれて、おばあちゃんが死んで寂しくなったとか、かったるい話で僕がネタふりすると、いつも先におじいちゃんが寝てしまう。ある日おじいちゃんが病気になっちゃって、見舞いに植木に水やれ、玉ねぎをもっと食え、退院したら海を見に行こう、一方的に約束して笑ってたのに、おばあちゃんの国へ